はいどうも、のびりおたギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、絵描き初心者向けにですね、今回は立面図から読み取るですね、アクソノメトリック法の、まあ、描き方。今回はですね、この階段をですね、皆さんには描けるようになっていただいて、結構このやり方を使えばですね、建物をよく描くよっていう方にですね、おすすめの描き方になりますし、絵描き初心者だったらですね、結構ね、立体の絵をね、描きづらいっていうか、そういう悩みもね、あったりするので、今回のこのね、アクソノメトリックっていう技法を学んでいただければ、きっとですね、その悩みが一つは解決できると思いますので、ぜひ最後の最後までお楽しみください。では、スタートいたします。はい、始まりましたけども、今回はですね、立面図から読み取るっていうことで、まあ、立面図をね、何ぞやっていう方もいるかもしれないので、まあ、よくね、建築学生ではですね、立面図って言われるですね、まあ、どういう時に使うかというと、建物を皆さんも日常的に散歩したりすると建物とか見ると思うんですけども、その建物をですね、まあ、人間的な目線でですね、見る時って、まあ、横から見ること多いですよね。それをですね、いわゆる立面図って言ったりもしますね。まあ、立つ面図って書いてね、立つに面に図って書くんですけど、ちょっとね、何を言ってるのか分かんないかもしれないんですけども、まあ、どういうものをね、表すかでいうと、じゃあ階段とかね、今回で言ったらこの階段なんですけども、これはまあ結構ね、まあ、斜めから見てるような感じになってますけども、最初ってこういう書き方でですね、書いてなくてですね、どういうので、まあ、立面図を捉えたかというと、これをですね、一段ごとでこうやってですね、今赤い線で引いてる部分ですね、これが最初のですね、立面図となっております。階段をね、横から見るとこんな感じでですね、皆さんもですね、多分ね、これは理解できるんじゃないかなと思います。じゃあこっからですね、このね、立体的にするにはどうすればいいのかっていうのがあると思ってて、あとちなみに今回ね、これね、 1,2,3,4,5,6,7 段あるんですけど、7段、まあ6段かな、まあそういう形であるんですけども、実際この長さ、ここの長さと、あとはこの長さっていうのはですね、皆さんが好きな長さでいいと思います。もし仮にこれを建築学生が見てるのであれば、建築学生の皆さんはその建築基準法でですね、このね、長さとかも決まってたりすると思いますので、そこはですね、ちゃんとね、ルールにのっとってですね、書いていただければいいのかなと思います。このね、立面図を今回使うっていうところまでですね、まずはね、ステップ1としてですね、まあ、知っていただけるといいのかなと思います。まあ、階段以外にもですね、建物でもですね、同じようにですね、ぶっちゃけ使えたりして、まあ、建物でこういう建物があるとします。普通にね、地面にこうやって建物ね、これもいわゆる立面図、じゃあ立面図かな、こうやってね、窓とかあったりするから。で、今回のやり方をすれば、このね、建物もですね、ちょっとね、地面描いちゃったけども、建物とかもですね、同じような原理でですね、斜めにすることができるので、ぜひですね、見ていっていただけるといいかなと思いますし、まあ、今回この立面図ね、こうやってですね、まあ、階段状にできましたと。そしたら次はですね、もう同じ角度です。これはもう藍染めのルールとしてですね、同じ角度で全部線が引かれていきます。これ皆さん、ちなみに定規とかね、使ってくださいね。定規使って、まあ、引いて角度とかもね、決まってたりするので、定規引いて、まあ、引いてみたいなね、こういう形で、ちょっともうすでにさ、階段っぽくないですか。これをですね、まあ、理解できたらもうあとは簡単でございまして、同じ形をですね、こっち側にもですね、このね、部分にも持ってくるっていうので、最後階段を仕上げていきます。まあ、あとはもう長さとかですね、皆さんにとってこの長さとかもね、決めていただく必要があると思うんですけど、階段の幅だね、この幅とかも決めていく必要があるんですけども、今回はもう適当でやりますね。ちょっとね、一つ目こうやって線引きます。そしたら同じですね、このね、直角の部分、ここと一緒だから、ここと一緒なので、まあ、直角の部分をやっていただいて、ちょっと角度とかね、あ、ちなみにここだ、危ねえ、忘れてた、危ない危ない、皆さん説明不足、この角もですね、全部線引きます。この角度ね、この角もね、線引かないとですね、結構こうミスりますね。危なかったね。あれ、線ちょっと長くないと思ったらですね、普通にここの線抜けてましたね。これね、注意すべきポイントかもしれないですね。僕も普通にミスりましたね。で、こうやってですね、同じですね、長さがここにもできたら、あとはこれでですね、立面図と同じ形をですね、こっちにも書いていただく、こっちにも書いていただく、こっちにも書いていただく、
こっちにも書いていただく、こっちにも書いていただく、で最後地面に来るっていう形でですね、これで一つの階段の出来上がりでございます。これがいわゆるですね、本当に初歩の初歩って言ったらいいんですかね、基礎中の基礎でございまして、この階段の作り方ができるだけでですね、結構自分の世界に取り入れることできるんじゃないかなと思いますし、じゃあこっからね、別にさ、その立体に書く必要はね、まあなくて、これ階段一つだけ取り入れてさ、あとはね自分の世界でですね、どういう風に書こうかなとかね、ここにじゃあ例えばお花を入れようかなって言ってね、お花入れちゃってもいいんですよ。こうやってでお花を描いてあげてとか、そういうのって世界をですね、なんかね、今までは立体のものだけは立体のもので描いたりとか、平面のものは平面だけにですね囚われてしまったりとかするかもしれないんですけども、僕はそういうですね、まあなんか固定概念みたいなのはね結構捨てた方がいいなと思いますので、でもうなんなら組み合わせちゃってね、ぜひ皆さんもですね、こうやってですね、これをするだけでもう一つ自分の世界が簡単にできるので、ぜひね、よかったらねやってほしいなと思います。まあ、これができるかできないかでですね、自分の世界ね、もう本当に簡単にもう108度もう変わるぐらいの感覚になりますので、ぜひねマスターしていただけると嬉しいなと思いますし、さっきのね、まあ、建物も同じ原理でですね、こういう風に引いていただいて、であとはですね、立面図、このね、まあ、横のね長さっていうか建物の長さと同じようにしていただければですね、まあ、こうなるわけだよね、要はね。でここも見えないけども点線でこうやって引いておくと、まあ、ちょっとね、まあ、角度がついてですね、まあ、斜めにね立体になってくるということで、これはね結構何でも使えると思います。デジタルのイラストでも使えますし、まあ、この建物をですね簡単にこうやってですね描いたりとか、あとは普通に今までねこうやって立体だったものをこうやってですね、まあ斜めにしてあげてつけていただくとか、まあ、結構できますので、いろんな方法でですね、そのね、物と物を組み合わせるっていうことを使っていただければですね、結構こう便利っす。めちゃめちゃ便利で、自分の世界を作りたいっていう方にはですね、まあ、このやり方が向いてるかと言われたら、もしかしたら向いてないかもしれないですね。でも素直にめちゃめちゃ絵描きたいんですと、でその絵のワクワクは何からね捉えるっていうかゲットできますかって言ったら、このアクソノメトリックとかはですね、比較的に達成感も得れますし、どんどんね、まあ絵を描いててですね、一つ一つが完成していく様っていうんですかね、さっきね斜めにこうやって線引いただけでもうすでにちょっと階段っぽくないですかっていうお話したと思うんですけども、そのねワクワクさっていうのはですね、このアクソノメトリックではめちゃめちゃ得ることができると思いますので、で最終的にね立体にね、立面図はねたった平面だったものが急に立体になるっていうね、その変化、そのワクワクさっていうのはですね、簡単にですねこのやり方でですねマスターできると思っております。まあ、あとはですね、まあ注意点っていうのはあるかなと思った時に、まあさっきのね注意点はですね、もうめちゃめちゃねいいかもしれないんですけども、線をね出す場所ですね、僕さっきこのね線を出す場所をね忘れてましたけども、この線を出す場所を忘れなければ同じ角度でねやっていただければいいですし、まあ一つね線を、まあこれね僕も建築学生の頃ねあるあるなんですけども、自分がこの線はもう正しいと思ってですね、そのまま採用してですね、あれなんかね長さが違うなってね、ちょっとねいびつな形になったりとかすることがあるんですよね。なんか思い込みって結構怖くて、絵においてもそうかなと思いますので、ぜひですね、自分はこうだと思ってても何かしらちょっとね違和感を感じたらですね、ちょっと一回冷静になってみて深呼吸とかしてですね、もう一度改めて素直な気持ちでですね、初めて見たみたいな感覚で見ていただければですね、結構ミスにも気づきやすいのかなと思いますし、最初からですねミスしたけどまあいいかってね見過ごしてしまうとですね、これから自分の世界をやった時にまたね繰り返し繰り返しその癖が出てきてしまったらですね、なおさら大変になってしまいますので、今のうちにですね、最初にねミスに気づいたらそれはやり直すと、まあ本番ぶっつけ本番で、まあ本番っていう言い方が合ってるかどうか分かんないけど、もしかしたらね皆さんもですね何かしら納品するっていう機会がある時に、じゃあその納品する機会にですね、このミスを見過ごしてしまうっていうことをしてしまうともう最悪なので、もう練習からどんどん失敗してね、それをねもう一回やり直してっていうのを繰り返して、で本番に、まあ本番でももしかしたらミスをするかもしれないけども、できるだけミスの確率を減らすようにですね、まあ、自分の世界を仕上げていくっていうことが、まあ、これからのですね皆さんにとって絵描き初心者向けにはですね、まあ、めちゃめちゃ大事なことなのかなと思っております。ぜひですね、まあ、今回のまあこの形っていうか、このアクソノメトリックっていうねもう技法はめちゃめちゃおもろいので、ぜひ皆さん
さんにとってですね、まあ、ググっていただいたりとか、なおさら調べて本買ったりとか、いろいろしていただければですね、いいのかなと思っております。ということで今回はですね、このような形でですね、リスメンズから読み取るアクソノメトリックの書き方ということで、絵描き初心者向けにですね、解説させていただきました。僕もですね、このやり方をですね、最初の頃学んだ時にですね、めちゃくちゃ面白かったし、今ねまたですね、これって改めて皆さんにですね、お伝えするっていう時間をですね、設けたことによって、僕もこのね世界でですね、何かしら一つね絵を描いてみたいなっていう気持ちになったので、まさにこれがですね、絵を描く楽しさかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、今回このね学びっていうのをですね、自分に取り入れて、そして友達とかですね、仲間にですね、届けてあげていただけると、きっとそのワクワクさはですね、自分で知るワクワクと教えるワクワクにね、またワクワクが増えていくと思いますので、そのですね、ワクワクがどん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 ね、みんなとね相乗効果でね、高みを目指していければいいんじゃないかなと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひですね、立面図から読み取るアクソノメトリックっていうね、まあ、今回はこの階段をですね、主にやりましたけども、階段以外にどういうものがあるかっていうのを皆さんもですね、よかったら学んでみていただけると嬉しいなと思います。では皆さん、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。 Thank you です。バイバイ。